新ダークディセプション、ゲストの皆様こんばんは、小田健です。さあ今宵も新ダークディセプション、こちらの海外のホラーゲーム実況プレイしていこうかなと思います。いやー、ようやく来ましたね、チャプター4、ナースですね、ナース編、病院かな。はい、今海外でねすごい話題になってるということで、ようやく来ました。僕ですね、この新ダークディセプションということで新たにやり直してるんですよ。そう、新たにやり直して、またね、猿とアヒルとピエロ編でね、尋常じゃない悲劇バグが起こりました。今回はね、起こらないことを願いましょう。行くか。いやーもうほんと怖いんだよ、バグが。そう、そのバグもね、気になる方はぜひ、それも含めて見てみてください。このゲームやるときね、毎回 1,2 時間精神統一してからやんないと、マジ持ってかれるんですよ。はい、じゃあちょっとやっていこうかなと思います。まずさ、このポータルの中に入ってからビアスが戻っておいでって言うんで、はい、でちょっと戻っていきたいところですが、鉄格子がありますね。はい、これでまた戻るんだろう。戻るのになんで毎回鍵かけんの。開けろ。はい、あ、そう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 、意味ないでしょこの工程。はい、じゃあビアス、あなた毎回何を企んでるの。どこ見てんの。こっちこっち、チャプター6ぐらい見てましたね今。はい、早速、ビアスはですね、毎回主人公ではない何かを見てるビアスなんで、その点気をつけていきたいですね。はい、さあ行きましょう。なんだこのスキルは。一番右のやつ、磁石。磁石、敵を引き寄せるとか危険だろそれ。敵引き寄せたら超怖えよ。はい、あれかな、クリスタルを集めるみたいな感じかな、ヒットしたら。はい、ちょっと一回リセットしてやっていこうかなと思うんですが、これどんくらいかな。はい、これはいい。うん、これ強いからね、これ4ぐらいやっぱ欲しい。敵をスタンさせられるんですよ。でこれもちょっと気になるんで、まあ4つぐらい。あ、4つっつったら全部になっちゃった。はい、今回はこんなんでいこうかなと思います。行きましょう。さあ、ちょっととてもねドキドキしますが、これが恋なのでしょうか。やっていきましょう。さあ、このスキル変更がね、キーボードの位置的にこうやりにくいんですよ。これかな。はい、違う。はい、あ、やっぱりそうだ。なるほど、これすごい便利なんじゃない。はい、マジで。はい、リングピース、お猿さんまた出てきたりすんの。はい、やっていこうか。逆上するって言ってたんですが、これ使うとやつら切れやすいとかあんのかな、どうなんだろう。さあ行きましょう。皆さんは心の準備よろしい。はい、私マックス音量でプレイしております。高確率で絶叫してしまうことがなんかすごいやらしい感じの病院に来ましたね。なんだここ。はい、私ですね、マックス音量でプレイしているので高確率で絶叫してしまいます。皆さん音量には十分ご注意を。鼓膜崩壊注意でお願いします。行きましょう。はい、ちょっとこの辺も見ていこうか。そう、あんま時間気にしてないんだよね僕。はい、時間もスキルも気にしてないんでやっていきましょう。いやーもう本当に、あ、ここがポータルなんだね。最後ここ逃げ込むっていうの忘れないようにしよう。うん、あ、でもポータルの位置って変わるか。はい、じゃあ行きましょう。ちょっと最初はいいか。うね、何ここ、クラブ、なえとんでもねえ場所に来てしまった。マジか、素敵。はい、この子に話しかけんの。うん、くびれがなんかワンピースの波みたいに細いな。大丈夫。はい、あ、待って、なんで君たちいんの、彫像。うん、すごい笑ってる。全然面白くない。なんで笑ってんの。めっちゃ笑ってる。何に対して笑ってんだろう。彫像同士がこう見つめ合って笑ってるから、はい、お互いの顔がめちゃくちゃ面白くて笑ってるんですかね彼らは。この方は何が面白いんだよ、バカか。なんだこの子たちは。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、この人たちにも話しかけられる。無理ですね。はい、あ、こっちもいいんじゃん。うん、はい、あ、同じことしか言わないですね。あ、この子たちは話しかけられないのかな。うん、全然笑いません。はい、あ、こっちっぽい、受付ですね。はい、どんだけうんふん言うのめちゃくちゃうざい電話対応になってんじゃん
時々いますよね。そうですねみたいな。こういう接客の人いますよね。はい。やっていきましょうか。はい。ナイスバディですね。なんで英語？ここに来て急に英語になっちゃった。さっきビアス日本語だったよね。はい、ビアスとこのナースの間では国境があるんですか？さあ、ちょっと英文はですね、はい、なんとなく読めば、わからないですね。はい、安定的に私、英文読まないというなら読めないなんで、そこのとこよろしくお願いします。まあでもなんとなくわかるでしょう、今回このナースが、あ、かわいい！何そのポージング、コスプレイヤーさんみたいな感じのポージングしたね。かわいいな。はい、ではでは、このことをこれから夜の戦いをしていこうかなと思うんで、夜の戦いって言うとなんか下ネタ、失礼しました。はい、え急になんで立つの、どこを見ろと。え、これ視点一応動かせるんですが、受付の幅超えちゃってんじゃん、ナースさん大丈夫？はい、なんかこのナースさん鳥肌尋常じゃなく立ってない。はい、なんか視点変わりました。この人戻んないの。はい、でどうしよう。おお、あ、わかりました、ついてきて、だって。はいはい、ちょ大丈夫この人ずっと立ち突き破ってないかな、頭大丈夫ですかね。はい、なんか話してる途中さ、電話の受話器も消滅させたし、やべえ、あの受付。はい、なんかちょっとこの色合い僕好きなんですよね、綺麗じゃない？はい、え何が行われるのかなと思ったら今急に後ろで動き出した。何ここ、どうやら俺はとんでもなく素敵な場所に来てしまったようだ。はい、これなんだろうね、どのナースを選ぶみたいな感じなんですかね。はい、ちょっと後で爆破しようかなと思います。行きましょう。さあ入ってまいりましょうか。お邪魔します、僕は何されるんでしょうか。これ体重計ってこと？はい、わかりました、乗りましょう。はい、で、どうすんの？あれ、これなんか乗れない？こっち側か？あれ？あ、乗れた。はい、ダメじゃん。え？危険だよ、バーン書いてるし。まずいっす危ねえ、なんか脂肪燃焼が別の意味になるとこだったな。はい、ちょっと引き返してきた。さあ、ローラースケート履いてんだよね。はい、病院で履くなよお前、しばくぞ。次はこっち、何されんの？お邪魔します。いやー、なんかすごい危険な香り。なんで穴開いてんのこっち。すごい。いっぱいほくろがある、ここの部屋。はい、あ、嫌です。動くなって言われちゃった、この部屋で。15分ずっと待機し、どこ行くの？アンさん？ねえ。え、なにこれ？ 15 分じゃない。15秒や。危ない危ない危ない。これ何なの？うわっ！え、針？注射針だ！お前！なんちゅうことしてくれるのよ。危ないでしょ。先行くね。先来ちゃった。ハマっちゃってんじゃん。ごめんな。なんか。よしよしよし。大丈夫？え？お姉さん？おい！何してんのすごい可愛いことになっちゃった。はい、よしこれバグんない、大丈夫？じゃあちょこうしとこうかはい、お姉さんなんか停止してしまったんで、僕がねちょっとナースになります。はい、こっちだろうね多分。 OK、 さあこれまだ走れませんからね、スマホも出せない。ちょっとなんか物騒じゃない、タンクというかボンベがこれ倒れてますよ。なんかこういう絵柄とかね全部作り込んでんだろうね、かわいい。え、すごい、こういうのもあんだ、しっかり、ムキムキパワーを。あれ、なんかいけなくなってる、こっち。なんでだ、いけませんよ。あ、ここかな、あ、違う、これはちょっとナース姉さんをこれ止めてきたのがいけなかったかその可能性あんぞ。
大丈夫か。はい、皆さん、バグでした。またやり直してます。怖いよ、やめてよ。まさかのナースさんがここに挟まるっていうね、バグが起きたんですが、ちょっとこれやめてよ。またさ、動画後半というかさ、ゲーム後半で落ちたりフリーズしたりしないでね。マジでただでさえ怖いんだから、このゲーム怖くて大変なんだから。さあ行きましょう。ようやく進みましたね。さっきこっち進めなかったんで。はい、どうすんの。はい、わかりました。レントゲン、あ、やっぱそうですね。さあ行きましょう。お願いします。寝るね俺もう。またこれ15秒になってんじゃん。次どうすんだってばよ。え、あ、あ、そういうこと。このスキルを使って出ろと。危な、どうなっちゃう。なんか怒ってない。うわあ、なに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 、なんか急に折れてんだけど。始まった。ちょっと待って、扉とともに吹っ飛ばされたな今。ここで終われるんだ。俺さ、今のレントゲンどうなんのかなっていう風に干渉してたのに。マジかよ、来たな。え何今の、距離あったよね絶対。はい、わかりました、わかりました。え、ちょっと待って、どういうこと。カムバック言って今戻ったらさ、また襲われたし。なんでだ、謎だぞここ。あ、よかったよかった。いや怖い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 。2回死んじゃったんだけど。大丈夫か。はい、声が響くね。あぶねえ。多分なんでしっかりと体重測らないしレントゲン取らないしとか言われてるんだろうね。だからぶち切れたんだろうこのナース。理不尽だろ、キューブ級のデスゲームがあの部屋の中に待ってんだから。ダメだよ、消えちゃったな。はい、じゃあ行きましょう。はい、早速ね。あ、なんかこのロゴかわいいですね。スキルをね、何ここ。あ、え、開かない開かない開かない。これ戻れってこと。あ、消毒されてんのかな。あ、そうだ。はい、なんかいちいちかわいいねこの感じ。ハートが分裂して溶けてどうなの。あ、また出た、うん、はい、こっちかなんでしょうね。なんか響くぜ。ん？あ、これか。はい、エレベーターを待つと。さあ、あれ？あれだあれだ。よし、さあどうなるこの戦い。ちょっと幸先が恐ろしくはありますが、ちょっと頑張っていきましょう。ロードみたいなのが入ってエレベーター着きましたね。はいよ、どっから始まるのかしら。ん？クリスタルはどこ？始まってる。これズズじゃなくて、これ毎回 F ボタンで開けないといけないの？結構押さないとダメだしね、しかも。はい、 OK、 やったるでベイビー。あ、よかった、毎回ではない。さあさあさあ、じゃあちょっとスキル使ってみますね。強っ、めっちゃ強いじゃんこれ。あ、もうバレた、マジか。ちょ、指の配置的に押せねえんだって。むずいむずい、ちょっと待ってね。これも使って、はい、スタンさせて、これで逃げる。 OK、 はい、やつ足速いのかな。よし、一応今スタンしてるんで、キーボード1番で、1番の方を毎回これスキルにした方がいいかも。うわ強っ、ああ危ない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 、超絶なバックを見せました皆さん。危なかった、何今の。ちょっとやめてくれよ頼むから。これで、え、ちょっと
これむずいぞ。あいつ早え。なんか主人公より早いパターンかな今回。いや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 、マジっすか。なかなか困難を見せるんじゃない。あ、じゃあちょっとこれで、あ、ちょっと待てよ。一回スタンさせて、え、違うな違うな、今キーボードの配置がやりにくい。これね、あのオプションとかでキーボード配置変えられないんですよ。マジか。使用、私の使用がはっボコボコやないかい。ちょっと待って、ひょっとしたら今ヒュイーンって聞こえたんで、なんか放たれたのかな。まあいいや、ちょっと最後のチェックポイントでやっていきましょう。ちょうどね、ドクロマークを、ま、あ、やっぱり、はい、ちょうどね、ドクロマークをね、なくしたかったんでリセットしたかったんですよ。はい、よかったよかった。さあ、これはちょっとダッシュにしといて、はい、スタンさせて、これを使っていっぱいいるんだ、使っちゃいましょう。はい、 OK。 さあ、これ溜まってる間にこういうやつにしてと、よし、 OK。 はい、いいぞ。やつら来てるか。このスタンは結構重要になってくるね。よし、 OK。 ひたすらちょっと細かい感じで取っていくのやめよう。それでさっき積んだんで。あ、ちょっとこれはタイミングが合わなかったね。早く溜まりなさい。じゃあこっち側からいっちゃおうか。いやー、このドクロ強えし、磁石強え。ありがてえ。来てる。あー、超インテンス寒天。ちょっとマジかよ。このフィーンは本当に気をつけていかないとダメだね。うん、知ってるよそんなの。だってさ、今後ろから追われてたんだもん。しゃあないで。はい、ちょっと遠くに声が聞こえる。はい、 OK。 スタンさせました。スタンさせて、これで回収。いいぞ、素晴らしい。これいいね、本当に。来てる来てる来てる。まずまず、どこにいるの。近い、結構いるな、人数多いぞ。これにして、いやーちょっと怖い。あぶねえ、目の前にいた。ちょ、これは難関だ、まずい、とても苦手。こう真後ろいけるかな。あ、いるいる、右側にいる。音がした。まっすぐ逃げて、あぶねえ。どこでレーザー放たれるかよく分かってないんだよね。さあさあさあ、お、バレたか。ただまだ追われてる音はしない。よし、お、来たか。これが切れた頃、よし、 OK。 この辺で使ってLook out. A trap. Oops, too late. 申し訳ない、これは申し訳ない。いやー、じゃあレーザー全然わかんない。両サイドに赤いのがあるっていう認識する前にこう死んじゃうというか、結構まずいぞ。気をつけていかないと。あれ、これ止まるの怖いな。マジ嘘でしょ。いや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 、これはなるほど、これ磁石が必要な理由がわかったね。いける、よし、 OK。 ここは磁石で、この辺で回収するか。はい、でまたスタンのやつにして、その前にこれ使おうか。いる？いないね。あれ、これバレなきゃ大丈夫なのかな。あ、あとでこっち来るってことかな。第2ステージが確かこの紫の幕だったよね。はい、やつの声が聞こえたぞ今。さっさっさっさ、ちょっと最初はね取り乱しましたが、もう大丈夫だと思う。申し訳ない、前半めっちゃ死んじゃったね。よし、 OK。 これでまずこれで、はい、これ使い、よし、 OK。 あ、バレてる。よし、これ使って、どうだどうだ。あれ、はい、あぶね。ここでちょっと使いたいなスキル。はい、よし、 OK。はい、行くぞ。
大丈夫か、まだ割れてんのかな、割れてますね。スタン早く頼む、来てる、いないな、あっちっかなんだよな、来てないよね、あ、足音聞こえる、あっぶんね、いやこれダメダメダメ、マジむずい、すごい苦手、てかこれキーがさコントローラーに当てがいたいわ、むずい、そうマウスとかのボタンにさこのキーボードの番号を割り当てたい、あめめマジか、お前ちょっと一回気絶しとけ、これ厳しいぞ、スタンをマックスにした方が良かったかも、ひょっとしたら、いや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 結構過酷っす、ただあと30個いけますかね、ダッシュ、これかな、はい、あれよし、ここで一回これ使ってこれも使って、いいの、さあそこに、怖い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 、めっちゃいる、早く早く早く、これ無理かもしれない、ごめんねみんな、でもね俺なりに頑張るだ、ちょっとねこれ本当に苦手、あ、いる、あぶねえ、こいつ消えてるんだ、横に回るで、いる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 、早く回復して頼む、そうそうそう、今まだ余裕があった気がするんだけども、のども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 のどっち狂ったところで頑張りましょう、さっさっさ、この辺でさっき出たよね、よオッケー、さちょっとこの間にいろいろと、オッケー回収、あと2個、来た、いける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 、気をつけろ、負け負け負け、来た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 、よし、オッケー、これでどうすんの、大丈夫？難関去った？ボコボコにされながらここまで来たよ。あ、そう。一応ね、コントローラー操作できました。そう、だけど、コントローラーだとね、逆に慣れてないっていう。そう。切り替えはね、ただ楽だった。コントローラーで慣れた方がこのゲームはいいのかもしんない。うん、お前ら忍者か。ナースやめて忍者行きなさい。ねえ。嘘。聞かないじゃん！嘘。何回献血されてんの俺、ねえ血なくなるよそろそろ、はい、じゃあちょっと、え、あ、びっくりしたびっくりしたびっくりした、最初からかと思った、はい来ました、これはやつらあれ聞かないんで、あ、てか待ってよ、俺これやったつもりだったわ、なんだよ、磁石でやつらを吸収しちゃったんじゃん、うん、忍者かってすごいな、はい、すぐ終われるんでスタンさせちゃいましょう、できますよ、せーのパン、オッケー、やっぱりできるんだね、まだクリスタルは、あれクリスタルが表示されてない、逆や、これはとんでもないミスをしたのでは、いける、いける、なんかギリギリいけなさそう、でも頑張る、うん、逆だったね完全に、オッケーゴー、さあどこに繋がるのこれ、何何何何、何それ、え、これどうすんの、これえ大丈夫、あいつら来ない、これあ乗れない、なんかこれに乗ってどっか行くとこじゃないの、こっち見えない壁がありますからね、え、なんだろう、はい、あ、かわいい絵言ってる場合か、ひょっ
としてこれか。あ、わかるか。こんなわからんって。え、でしょ、スキル使うな。ロード画面でうーんってなったぞ今。なんだったの。はい、スマホ一応出せる。はい、じゃあ見てみましょうか。別の病棟に来たってことかなこれ。はい、でもさっきも H って書いてあった気がするけど、あ、いたな今。いたぞ。すげえ、ないない、あがんなもん。これどこ。マップもなんかマップの役割果たしてねえもん。 Z?Z は違う。これ何。うわ、またムービーや。すげえ、ようできてんな。はい、ちょっと待って、ナース赤くなってんじゃん。そしてこの巨人何なんだよ、あの木綿豆腐みたいな袋。な、あ、危ない。なんでこれムービー中ですからね。すごい、なんかめっちゃ砂場であの転がし遊び終えた豆腐みたいな感じでさ、砂ついてましたよね。なんだあの木綿豆腐。はい、はい、ではナース服衣替えしたところで衣装チェンジですね。うん、こっちの赤の方がなんかセクシーじゃない。はい、そのなんかテレポートずるない、早いしさ、口裂少女みたいな感じでワープもしつつ足も速いみたいな、うん、恐ろしいですね。前回のピエロの足の遅さがね恋しいぜ。はい、もういよいよ字幕も出てこなくなったな、ね、さあ次は何されるんでしょう。私はそのレバー何、やめてください。うん、うん、ドンウォーリー言ってたけど、うん、超気にしちゃう。はい、なんだ上が開いたぞ。注射の意味ある、これ献血とかそういうレベルじゃない。いつまでのんきに見てんだ主人公。かわいい、声かわいいよね。はい、逃げよう逃げよう、間に合うこれ。うーわー、すぐそこ。はい、よし、オッケー。危なかった。なんだこの剣山注射針。はい、とんでもない恐ろしい仕掛けにはめられてしまいましたが、今後もなんか検診があるんでしょうかね。なんかいいんぞ。どういうこと、どうすんのこれ。え、なんだこれ。あ、あそこにあるぞ。はい、なんか今回さ赤川クリステルとか時を止めクリステルとかないですよね。なんなんだろうこれ。はい、あいつら何してんの。こっち見たな。あー、そういうこと。はいはい、これで、あ、これバレてる最中は取れないみたいな感じなのかな。あ、違う、まだ違うってこと。あ、バレん。ひょっとしたらやつらのさ視線を考えるとバレないように向こう側行けみたいな感じなのかな。はい、ちょ、あの砂場で遊び置いた木綿豆腐のナース、長えよ名前が。あいつがどこ見てんのかよく分かんないんでね。よし、今か。ただ今行ってもあいつが振り向いたらおしまいなんで、振り向いてない、バレてない、これはバレてないんだ。なるほど、じゃあこれワープ結構使うんじゃない。これで、あれ、しやがった。なんで、うん、スタン使っちゃおう。はい、クリステルはないですもんね。よし、オッケー。デカブツ何の役にも立ってねえじゃん。はい、これバレてる、近い、まずい。ちょっとこれスキル変えるのが大変、指がへし折れそう。何ここ、いっぱいちっちゃい歯車がある。これ避けながら、あん、あ、近い近い、これ曲がり角どう、バレなければ問題ないのか。なるほど、うわむず、危ないよ、来てねえや。あー、目の前にいた、怖え怖え。ちょっとここはいいや、もうあっち行こう。え、これ気にしながら行くの、キケフィスじゃん、キケフィス。これじゃあ使って、こっちじゃねえ、気をつけろ。ねえ、さあ、回復する。来た来た来た。OK、使おうスキル。はい。
いやちょっとこれはねえ、ふぅ、ここら辺です。はい、これいいね、本当に便利だわ。あっぶんね、これ出てくんの怖いな。いやもうちょっとスキルさ、緊張とかと相まってなんかもうよくわかんねえもん、キーの設定というか手の位置が。あ、ちょっと待って待って待って、追われてる追われてる。あっぶんねえ、ふっふっふっふー、いっちゃうよん、わっしょいわっしょい、いっちゃうよん。あ、ここで使いたい。よし、オッケー、いいぞ、あと93。さあ、これはやられまくりながらとりあえずひたすらね、こうやってクリステルを取ってった方がいいですね。出る、立ち入れちゃう、アップスじゃねえよ。危ねえ、まずどこにいるのか教えてください。上行ったぞ今、グーアンって登って今大丈夫。うわ、ここきついって、もう行くしかねえ。危ねえ、これまだ割れてるよね。来てる来てる来てる、回収ダッシュ、あれ3、まだまだ引き寄せて来い。よし、オッケー、いや、クリスタルあっち向こう側だ、行くぞ。はい、 OK、 ここか、あっぶね、よし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 。さあ、バレたバレた、バレてますね。これ待ってらんねえよ、こうやって、違う違う、アイテム変えたいの。これマジキーボードの WASD の上にキーボード123があるんですけど、この12でこうアイテムをさ、左のアイもういいよ、左のアイテム変えるのが1なんですけど、で右のアイテムは2で変えるんですよ。それがマジムズ。そう、多分他にいい方法あんだろうけど俺は遠回りしてる気がする。うん、ごめんね、ほんと。聞いた、2回いけるのかこれ。もう割れてる、お、いそうだな。これ使っといて、危ない危ない。よし、OK。さあ、一直線。いやー、このドクロマーク早く回復してほしい。ギギ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 ギ、まずい。あぶね、この歯とかもあるから、ほんと。どうやってさ、今、スキルを変更しようとしたんですよ。そんな矢先くんじゃないよ、あなたは。こっちにいっぱいスキルがある、スキルじゃない、紫クリステルさんがいっぱいいる。はい、使っちゃおう。よーし、いくでー。さあ、気をつけて、まだ来てないね、向こう側にもある。よっしゃ、あと12か。ただなんかまた角突き出してんだよね、やめろよマジで。どこだ、あめ、いや本当にこっちじゃん完全に。いや、角つくのって本当にダメだと思う俺、本当に純粋にゲームしよう、頼みますよ。またなんかおかしなことになっている、危ないよ。パポーンと降りれる、あ、降りれますね、 OK。 いや、その角つき怖え、なんだこっち、クソか。あ、こういけるのか、なるほど、まだバレてないよ。さあ、こっちに行けば、おっと、どこにいる、一応もう放つか。ん、こっち行けって言われてんだよね、でも道ないよね、ここか。ただ追われてる、これは一気にこれで回収するしかないのでは。よし、オッケー。さあ、ちょっと待って、奪われてる、逃げる、刺さる、寝る、よし、来た、集めたぞ。で、どこ行くの、
え、サオリ、なん、何ここ。あ、なるほど、隠し扉ね。やってる場合か。俺もマジでバグんなよ、本当に頼むぞ。降りないといけないってことか。了解。どこで降りるのかしら。あ、ここ降りれない。これスーッと降りたいな。え、ここ来れる。あ、来れますね。一回向こう側行って行けるとか。危ねえ。あ、そこ行けますね。よし、じゃあちょっと降りて、ダッシュ、落ちちゃいましょう。危なかった、もう超怖い。このゲームさ、なんかパソコンでやる人向けに作られてる、本当に。指配置マジ吉だから、これ走りながらだから、小指でシフト押しながらずっとやんないといけないんですよ。じゃないとこうやって歩いちゃうんだよね。シフト押しながら WASD で薬指、中指、人差し指でスペースで、このスマホの切り替えなんで、この全部指が埋まってる状態で、この上のね、さらに W の上の1、2の数字を押すってなると指がもう2本必要。そう言うておりますが、なんかまたファイル手に入れたからいいや、もう。はい、ちょ、わーわー言っておりますが申し訳ございません。このゲーム自体は好きだよ、だけどね、実況に向いてない。だから多くの実況者がやってねえんだ、このゲーム。ねえ、そんな大手どころも多くはやってないですもんね。これ、取れる？やったー！へえー！よかったっす。これもうさ、方向の位置がわけわかんねえんだって。うん。あ、こっち、こっちじゃないの？これ、今来たところをまた戻るみたいな感じの動作があるんだね。で、こっち行って。さすが、何が待ち受けてるのかしら。嫌な予感。またこれワープか。これがすごい大変、この指が。よし。よし。変えとこ。いやーもう。次は何よ。ああ。なんだこれ。え？ね、めっちゃ早い。ウマ娘たちが頑張っております。はい、これ今スマホ出せないですね。かっこいいな、立ち姿が。マーベルの一員みたいな感じのポーズしてんじゃん。はい、ちょっと頭になんか黒のはじきが刺さっておりますが、この方大丈夫ですかね、うん、なんかリンツのチョコレートにも見える。さあ、英文すら出さなくなったこのダークディセプション、どう言語を理解しろと。行きましょう。いやー、この目の前のさ、ナースどうすんの、うん、後ろの子たち超大変じゃん、お前喋ってる間な。あ、もうちょっと部下大事にしてやれ。来た、お前絶対来ると思ったねえ、うん、その柱とかにぶつかって吹っ飛んでよ。危な、え、なにこれ、なんかこれどうすんの。あ、なるほど、注射で吹き飛ばすってことね。はいはい。で、これワープしろってことかな、あっちに。あ、やっぱそうだ。あった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 。なるほど、これスタンできる。あ、できないね。これワープもさ、スキルアップしといた方が良かったのかもね。来るぞ。え、え、これ。あ、今どのタイミングでやるの。はい。これひょっとして登ってきたときにこのスタン使うのか。はい、あ、そうだ、で注射だ。なるほど、わかりました、理解。危ねえぞ、そっちまだ来てねえよな。注射現れた。なんで目の前のやつはいけないんだ。やっぱこう斜め行って、そのさらに斜めみたいな感じじゃないとこれワープスキル使えないんだね。なるほど、どんなにこれスキルレベル上げてても多分いけなさそうだな。よし、 OK。 さあ早くたまれ。こうやってジグザグに行かないといけないんだよ、多分。なるほど、前からどんどん来るのね。はい、 OK。 さあ来るぞ。ちょっと下がりすぎると落ちるかもしんないんで気をつけて。いいね、これしとこうかなね。はい超痛そう、大丈夫。はい、こう移動しないとデカブツナースも結構攻撃してるんで気をつけていきたいですね。よし、 OK。 さあ、なんだあいつ、いけますよ。はい、オッケー、いいですね。さあ、そろそろ溜まる。
で、そろそろ溜まる頃にこいつ来るだろ。あ、どっちが来んだ。あ、これ乗ってていいのかな。いや、違うな、これ移動、いや、これ使ってこうやってこうだ。なるほど、 OK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 。 うまいことこれさ、車ぶつけたりとかってしないといけないのかな。どうなんだろう、なんでだよ。何が起きた今。おやすみ。なるほど、これあれですね、でかいナースがいる車最後尾がぶっ壊されるんで、そこに行かないように気をつけていかないといけないんですね。了解、頑張ってこう。ほらぶっ壊してってるね。さあこれ今いけないよね多分。さあいけるか。なんでワープ消えんだよ、怖いよ。やめろそういうの。お、来た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 、タイミングいい、タイミングいい。おっと、うわー、こんな感じのやられ方すんだ。ちょっと見れてよかったね。来た来た来た、2回目よ、お注射します。よし、オッケー。これ食らってるかな。あ、やっぱ食らった。なるほど、あの赤ナースってすげえ飛ぶじゃん。今の見ました、とんでもなかったぞあいつの動き。これどうすんだ、むずくないか。このスタンがたま、いや違うな、こうだ。こっち行って大丈夫、尻が見えた。あのナースの尻一番見たくないんだねえ。すごかったね今。おやすみ。さあ言ってる場合ではないですよ皆さん。危なかったな今。よし、 OK。 さあ2回止まんなよ、頼むぞ。タイミングよく、これいけるかな、うまいことスタンできる。あ、できた、よし、 OK。 で今目回ってるんで回復するの待ち。よし、 OK。 危ねえ。さあこれであっち行ったね。よし、 OK。 どうだ、来るか。お、来た、3回目、おねんねしな。さあ食らったね。よし、 OK。 3台ある、壊されちゃったな。これ今いける、大丈夫。うわ、怖い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 、まずい、何でいらっしゃったんでしょ私。3回目。さあ、あと何回食らわせればいいのかしら。頑張っていくわよ。みんな、準備は、さっきね、この上下の前後のね、車の間隔が狭ければワープできました。これね、急に1台壊してチャージするときもあれば、あいつ、2台一気に来るときもあるんで、それが怖いですよね。よし、OK。お、タイミングいい。素晴らしい。割とさ、タイミングゲーなのかもしんない。さあこれで4回目。さあ注射がまだ現れておりません。現れました、はい。さあ溜まったらすぐそっち行くわよ。よし、 OK。 ただこいつが来てる、まずい、早く早く、溜まれ溜まれ、はい、あぶね。ただあいつも来るんでまずいぞこれ。こうだ、待てよ、はい、どうだどうだ、いけるいけるいける、オッケー。さあ5回、おお、来たでー。いやー、何回か死んじゃった。ふう、よかったよー。ああ、ロード入った、 すごい続くね、ボリューミー。あのなんか絵柄かわいい。はい、なんかカクつきも心なしかちょっと和らいだ気がする。うん、そんなことない、上がるな。ダッシュとかにしとくか。これでいるね、待てよ、もうクリスタル集めないでしょさすがに、こんな感じになったらね。あ、こっちか、しっかりと押さないとダメなのね。さあこれ最初入れないんだね、一番最初のとこだったけど。さあどうなる、この後は。なかなかいいクライマックスになってんじゃない。ほら、やっぱ出れない。さっさっさっさ、スキルはまだ使わないとこ。よしよし、消毒してる場合か、開けなさい。んポッ、キッ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 、なんだと、なんだそれ、かっこよすぎだろ、映画みたいになってる。よし、さあ次は
ッケー。さあ猛ダッシュで。あいつも来たか。もやいるよね。あ、いないか。よし、オッケー。さあ、お疲れ様でした。はい。いや、ようやく終わったぜ。ふぅ。レベルがめっちゃ上がった。お疲れ。え？びっくりした。マラク、お前が現れる前、毎回なんかまた戦闘が始まるみたいな感じになっちゃうじゃん。ねえ。怖いからやめてくれよ。もう全部英文じゃん。はい。さっき英文すら書かれてなかったからね。さあ、ごめんね、自己がになっちゃった。自己がフォーカスしないで。うん、終わったー。次何なの。うわぁ、なんだこのヒゲモジャウサギ、かわいい。はい、ということで今回ダークディセプションチャプター4のナースステーションですね。はい、病院ナース編いかがだったでしょうか。いやちょっともうこれさ、あの難易度的にはまあ、あのゲームの難易度は一番このナースが難しいんですよ。ただあのシステム上バグというものがありましてですね、私にはそう、猿とアヒルとピエロ編でね、とんでもないバグが来たんで、なんか難関さというか大変さ的にはやっぱ猿が一番大変だったかな。そう、ゲーム性的にはね、一番ナースが難しかったです。はい、次はどんどん難しくなってくんだろうな。はい、ということでこのヒゲモジャウサギ編見たい方はぜひ高評価チャンネル登録お願いします。登録したらね、ベルボタンをオンにすることをお勧めします。最新情報が知れるんでね、いち早く見れます。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回のどこ見てんの。うん、バイバイ。